こんにちはポップですエフェクトチャンネル二月二十五日木曜日本日も先進国通貨クロス円の解説から始めていきます順番はいつも通り米ドル円から始めましてユーロ円、ポンド円、そしてゴードル円の順番で解説をしてますのでよろしければ最後までご視聴ください昨日から今日にかけての株式相場は大幅に上昇しまして日経平均は三万円を回復 そしてダウ平均は史上最高値を1週間ぶりに、ね、更新するということで株式相場が上昇しそれに合わせてクロス円の方は、ね、大幅に円安が進んでいるという状況でございますまずは全体の相場感をご覧いただくために世界の株価のサイトをご覧いただきましょう、はいえー、こちら世界の株価のサイトでございますまずは昨日のニューヨークマーケットダウ平均は前日比プラス424ドル 終わり値で3万1961ドルということで、1.35%大幅な上昇で1日の取引を終えました。一時はね、えー、3万2000ドルを超えるというところで、えー、大幅な、ね、上昇で、ダ、え、ウ、ー、の時間外取引もね、今は3万2000ドルを突破している状況で、史上最高値を更新中というところでございます。そして、えー、日をまたいだ東京マーケット。日経平均は前日比。プラス496円。 終わり値で3万飛び168円ということで、1.67%の上昇。大きくねギャップアップしまして、終始プラス圏で推移しまして、3万円割れからね一気に3万円を大幅に超えてきたというところで、株式相場、日経平均もね戻ってきたというところでございます。それはねやっぱり長期金利にも現れておりまして、今、アメリカの長期金利は1.41%。 まあここまで上がってきますとね、さすがにドル円の方も今までは相関なかったところが、えー、長期金利につられて上がってきまして、106円を突破するところもありましたが、今は105円96銭ということでね、若干106円を割り込んでいる。そしてここまでねドルが上がって長期金利が上がってきますと、ゴールド相場は下がるということで、1800ドル割れ。まあ、ただね、ドルや長期金利の上昇の割にはゴールドはね、そこまで下げていないという状況でございます。 このような形でね、全体の相場感動いておりますので、先ほどね、冒頭にお話した通り、全体的にクロス円は円安方向でございますので、個別の解説に入っていきたいと思いますので、まずはドル円のチャートからご覧いただきましょう。はい、まずはね、米ドル円の15分足、こちら1日の時間軸のチャートでございます。昨日の動画解説のタイミングは、105.50付近をうろうろしておりましたが、 やはり、欧州時間の初動ですね、17時過ぎから一気に円安方向に進んでいきまして、106円を達成ということで、若干ね、105円80銭ぐらいで、少しね、対空時間があったんですが、しっかりと移動平均線の右肩上がりの上側で、陰線から要線に切り替わりまして、106円を突破。そして、ニューヨークマーケット、一旦垂れたんですが、 再度、えー、東京時間の中値が決めるタイミングですね。まあ、10時過ぎぐらいから106円を突破しまして、まあ、今のところね、えー、高値張り付きというところで、ダブルトップにも、えー、見えるんですが、えー、まだまだ崩れていない、えー、ドル円の方は上方向に向いているという状況でございます。そして、えー、こちら60分足ですね。1週間の時間軸のチャートをご覧いただきますと。 一時はねドルの方は105円付近まで下げるところがありましたが、明確にねこちら105円でサポートを受けた後下がってきた移動平均線を下側からね上抜け、そして今度はねレジスタンスを受けていた移動平均線がサポートとしてね移動平均線の上側で陰線から要線に60分の、ね、平均足を切り替えて上昇トレンド。 そして昨日の、ね、105円のタイミングから60分足ベースでは陰線をつけず一気に、ね、106円を突破というところでこのあたりねかなり長期金利の支えがあってねこちらの方ドル円の方も上がってきたというところでございます今は106円のところで少しねレンジ気味というところでございますが移動平均線とね今平均足が同じぐらいの位置ということで、まあ、引き続き106円をうろうろするんですが 基本的にはね、移動平均線の上側で陰線から陽線に切り替わったらロングと言いたいところなんですが、他のクロス円はね、えー、まあ高値を更新していますので、そちらはね、ロングでよろしいかと思いますが、ドル円の方は結論、様子見でよろしいんじゃないかというところでございます。えー、その心はですね、えー、もう少し時間軸伸ばしていただいた4時間足ご覧いただきますと。 えこちらですね、2月の17日ぐらいにですね、えー、106円を超えたところで、えー、レジスタンス上ひげをつけて戻されているというところがありますので、えー、高値をね更新している他のクロス円に関しては、えー、まだまだね、えー 障害物がないという状況でございますが、ドル円に関しては、この106円というところでね、過去に跳ね返されているい、るそうしますと、やっぱりね、こちらのレジスタンスの可能性も多少なりとも出てくるというところでございますので、どうせこちらね、順張りで押し目をつけてロングというところであれば、ドル円ではなくて、他の通貨の方が効率がよろしいかなと思いますので、少しね、106円でレジスタンスを受けやすいドル円の方は、一旦はね、様子見をしていただいた方がよろしいかと思います。 で他のクロス円でロングを狙っていければと思いますのでこの辺り皆さんの相場感とすり合わせをしながらしばらく106円で値固めをするドル円だと思いますのでこの辺りは様子見をした方がよろしいかと思いますので皆さんの相場感とすり合わせて参考にしていただければと思います、はい、以上で米ドル円の解説を終わりまして続いてユーロ円の解説に移っていきましょう はいえー、ユーロ円の方はは、ね、大きく上抜けをしまして、えー、129円に到達という状況でございます。昨日の動画解説のタイミングは128円、えーこちらね、25銭ぐらいをうろうろという状況でございましたが、えー、ドル円と同様、ねえー、こちらは、えー、欧州時間の初動のところで128円50銭を超える。 一旦はね、そのあたり、ニューヨークマーケット始まってからフェイクが入りましてね、128円50銭を若干割り込むところがあったんですが、こちらはね、しっかりと下髭をつけて戻っている。移動平均線も一旦は割り込んでしまったんですが、再度上抜けてきたということで、上昇トレンドに乗っかって129円を尽きる。 つけるそして今もね、東京マーケット終わりましたが、129円を再度戻ってくるということで、絶好調の上昇トレンドが継続しているというところでございます。そしてトレードポイントに関しては、60分足ご覧いただきますと、今までは128円でレジスタンスを食らっていまして、一旦はね、ストンと落ちる場面がありましたが、今回ね、明確に抜けてきたのが昨日の段階。 そして128円25銭ですね、過去の高値で一旦は押し戻されるところがあったんですが、完全に、ね、移動平均線、右肩上がりの状況になってまして、その上側で、ね、陰線が陽線に切り替わったというところで、上方向、そしてこちらも、ね、128円75銭で一旦はレジスタンスを食らったんですが、まあ、しっかりと移動平均線の上側で陰線から陽線に切り替わったということでね、129円まで値を伸ばしていた。 そして一旦ね、129円という明確な節目のところで陰線がね、2本続いてきたんですが、これもね、また突破しそうだということで、引き続き移動平均線が右肩上がりで、その上側でね、陰線から要線に切り替わったところ、順張りのロングというところでよろしいかと思いますので、移動平均線が右肩上がりで、その上側に平均足があるときはね、ひたすら押し目を狙っていくというところでよろしいかと思います。 ドル円と違ってね、ユーロ円の方、4時間足で広げていただきましても、直近ね、えー、この129円をつけている値はない。えー、そして、日足をご覧いただきましても、えー、直近の高値をね、完全にブレイクしているというところであれば、やはりね、ドル円をロングするよりも、えー、他のクロス円をロングした方が、えー、抵抗線がないというところでございますので、えー、ここはしっかりと陰線から予選、ちょうど今ぐらいね、えー、転換しておりますが、ロングを取り続けて、えー、さらにね、えー、どこまで上がるか分かりませんが、今は純粋にこの移動を 平均線を下回るまではですね60分足ベースでしっかりと押し目を狙っていくというところでよろしいと思いますので参考にしていただければと思いますはい、えー、以上でね、えー、ユーロ円の解説を終わりまして続いてポンド円の解説に移っていきましょう はいえー、ポンド円の方もね、えー、他の通貨よりも先んじて上がっていたために若干伸び悩んでいるんですが100、えー、150円に、ねえー、また到達するという形でこちらも高値付近を張り付いている状況でございます昨日の動画解説のタイミングは149円50銭を超えて、ねえー、150円に、ねまあ、上髭をつけたところここに戻っていくような展開でございましたが一旦はねはヨーロッパ時間に押し目をつけてしまった。 そしてニューヨークマーケットのところはね、一時149円50銭を割り込むというところでございましたが、これはね、60分足見ていただいてもお分かりの通り、移動平均線24を割り込まなかったので、まあ、しっかりとね、その後149円50銭を回復。 そして日経平均やダウ平均が上がっているという状況から、しっかりと、ね、高値をつけてきまして、再度150円ですね。こういったところまで上がってきまして、今は、ね、少しショートとロングが入り乱れている状況でございますが、まもなく、ね、他のクロス円が上方向に伸びていけば、このポン,ドポンド円も150円を大きく突破する可能性が出ているということで、ね、引き続き押し目をロングというところは変わりないところでございます。 60分足ご覧いただきますと、す、え、で、ー、にね大きく一旦ね上ヒゲをつけて150円をつけたというところでね、ね、まあ、少しばかりの調整があるかもというところは、激能のね動画でもお話をしたんですが、移動平均線が右肩上がり、そしてね、えー、下がったところでもしっかりと移動平均線の上側でね陰、えー、線から陽線。 1>, 1つね、ここ、要線が出るところがありましたけど、その後ね、移動平均線を割り込まずにね、上方向に進んでいきましたので、これはね、まだまだロングが続くかなというところで、150円をね、一旦上回って、ショート税をね、借り取らなければ、なかなか下げる相場にはいかないような状況となりました。よってですね、こちらの方も引き続き移動平均線を割るまでは、陰線から要線。 これもね、直近でサインがね、3、4本前ですね、陰線が出ておりますが、これが要線に切り替わっておりますので、引き続きロングを取りながら、150円を大きくね、抜けたところで、ストップロスを巻き込みながら上がると思いますので、そういったところでね、利益確定をしながら、一旦ね、様子見に移るというところで、まあ、ポンドはね、最後の上げかもしれませんが、現段階ではショートは取れない。 ショートを取る場合は移動平均線を60分足での平均足が割り込んで戻ってくるときに、ね、レジスタンスを食らってから初めて戻り売りを考えればよろしいかなと思いますのでまだ移動平均線が右肩上がりその上側で、ね、平均足が位置しているというところであれば押し目をロングというところで、ね、よろしいかと思いますのでこちらも合わせて参考にしていただければと思います。 はいえー、以上でね、えー、ポンド円の解説を終わりまして、最後に5ドル円の解説で締めていきましょう、はいえー。5ドル円はね、またもやレンジブレイクしまして、とうとう84円すら上回ってきたというところでございます。 昨日の動画解説のタイミングは83円50銭ぐらいでね、少し一旦休憩ということで、寝、まあ、固めを、ね、している状況でございましたが、その後も、ね、株式相場の上昇、他のクロス円も円安方向というところを受けて、じりじりと、ね、5ドル円は上げておりまして、今は、ね、84円50銭ぐらいまで上がってきたということで、順調に上昇トレンドが継続しているというところでございます。 そして、60分足ですね、トレードポイントを見る上の判断軸でございますが、今週1週間はね83円のところで値固めをしておりまして、昨日ね、こちらの83.40を上抜けた、そしてその83.40の今までのレジスタンスラインが上抜けた後に、今度はサポートラインとしてね機能しまして、陰線から要線、そして移動平均線も右肩上がりで、その上側でね、陰線から要線が1回、2回、3回とね、続いております。 こうなればね、もう豪ドルに関しては上値が軽いというところで、4時間足を見てもね、直近の高値を更新、そして日足を見ても邪魔するものは何もない状況でございますので、安易にね、高値圏だからといって、ショートを組むのではなくて、しっかりと60分足ベースで移動平均線の上側で陰線から要線ですね。まあ、今ぐらいのチャートのところでロングを組みながら、こちらはね、上に大きく伸びたときに利益確定して、また押し目を待つという繰り返しでよろしいかと思います。 ポンド園同様ねえショートを取るのは高値圏ではなくて。 一旦ね、下げたところ、そして移動平均線を割り込んで、戻ってきたところ、移動平均線がレジスタンス。移動線平均線付近で、要線から陰線に平均足が転換したところでショートという形となりますので、やはり天井圏でね、無理にギャンブル的にショートをするよりも、一旦移動平均線を割り込んでからね、戻り売りの目線に切り替えればよろしいかと思いますので、これもね、皆さんの相場感あろうかと思いますが、私のところとすり合わせをして、納得いくようなね、ポジションを を取っていただければと思いますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、以上でね今回の先進国通が黒線の解説を以上といたします 引き続き、ね、株式相場とアメリカの長期金利を見ながら順調に、ね、株が上がって長期金利も上がるというところであればクロス円は、ね、上方向に行くと思いますので勝手に、ね、そろそろ下がるだろうということで判断せずに一旦、ね、移動平均線60分足ベース24の移動平均線を上側の時は、えー、おしめ買いというところを、ね、意識して進めていただければと思いますのでよろしくお願いします。 それではね、えー、今日も、えー、21時から YouTube ライブということでね、最新の相場感と皆さんのご質問にもね、答えていきたいと思いますのでお時間ある方、えー、ご視聴の方よろしくお願いいたします、えー、今日もね、一日お仕事とトレードお疲れ様でございました、えー、それではね、えー、またお時間ある方21時からの YouTube ライブでお会いしましょうバイバイ